さて、坂本龍一インタビューがそのうち登場しますよと言っておいて、続いては山下達郎インタビュー。なんとなく渋谷陽一が何をやっているのかという、そういう感じ皆さん想像なさるでしょうけど、皆さんの想像している通りの意図で私もやってるわけでありますけれども、音楽コーナーパート2はいよいよですね、もう足掛け3年ぶりの新作になるわけでありますけれども、山下達郎さんがポケットミュージックというアルバムを発表なさいまして、ほんとね、またせんのもいい加減にしろよという、そういう感じがしますけれども、彼がゲストに来るというふうに言いましたら、もう本当にたくさんの投資をいただきまして、やはり根強い人気を誇っているというかね、まあ当然でしょうけれども、その辺の実力を見せつけたわけでありますけれども、この新しいアルバムを素材に、まあ、せっかくお呼びするんですから、彼自身の山下達郎的人間性までも、なんとなくあらわになるようなインタビューに挑戦してみようかなと思っております。さて、山下さん、はい、前に話したっけ、ほら、女子大生の好きななんとかの。何すか、女子大生。女子大生。何とかっての分からないでしょ、それ。怒んないで。女子大生がさ、朝一番聴きたい音楽っていうの、話さなかったっけ。ああ、聞きました。ね、一番聴きたくない音楽っていうのがあった、ありましたね。一番聴きたくない音楽がさだまさしで、一番聴きたい音楽が、なんだっけ、なんだっけな。山下君の曲かな、あ、ラブランドアイランドだったんだ。そうですか、うん。そうだったんですけれどもね、で。すっかりこのような支持を受けるようになったのってのはいつぐらいですかね。82年ぐらいからかな。82年ってアルバムでは何 ?4U。4U。やっぱりあれが大きなターニングポイントだった、うん。それまではね、いわゆるディスコっていうの。ディスコ、うん、うん。で、そういうふうにさ、世間がほら、リゾートと、なんとかあの、山下達郎というふうに、こう流れ出したときに、こう、感想はなかったの？何でもいいや、とりあえず露出して俺の音楽がみんなに聞かれればっていう感じだった。いやね、正直なところを言うと、うん、結局ね、うん、これはね、相対論でしかなくて、うん、他の日本のレコードがあまりに暗いんですよ、うん、特にエコーが、うん、出ました、エコー論得意ですけど、うん、はい、例えばドライビングミュージックとかリゾートミュージックでかけた時に他のね、邦楽のレコードよりも僕の方がエコーの抜けが硬いから、うん、それの結局相対的なもんで、歌詞はそうであっても、うん、その言葉なんてそういう時には耳にそんなに入んないものだから、うんうん、そういう使われ方をするんだろうと、うん、だからそれに関しては別に僕がね嫌だとか言ってもしょうがないし、そういうレコード、うん、僕の出てきたものをそういう具合に使ってね、うん、その人たちがそれで一つのねジョイフルタイムをさ過ごしてくれるんだったら、それもそれでねいいことだろうという、そういう考え方で。なるほど。で、時代はどん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 それからほら拡大する傾向にありました。ありますね、うんうん、でも未だに拡大してるけどさ、でも今はそれほどでもないでしょ。だって本当の意味でのそういうリゾートミュージックっていうかね、うん、はい、海へみんなで行ってどうしたこうしたって、そういう歌を本当に歌う人が出てきてるから。だけど、ほら、去年の湘南でもなんか行けば、もうサザンか達郎しかないっていう、ガンスかガンスか。だってサザンだってあれがどこがリゾートミュージックなんですか、あれの。でも私に言わないですけど。私に言わないでよ。だから世間の人たちがそうやって聞いて、カーステルをかけると、やっぱり、あのね、サザンか達郎かユーミンかというパターン。なるほど、ね。だからそれは要するに、お客さんがそういう具合に利用してるわけでね、その素材を、うん。それが本質であるかどうかは別に僕らがそれを通ったってしょうがないところだから。うん。ただね、当人としてどう思ってるのかなっていうのはあるわけで、例えばほら、ユーミンなんたら割とその線を狙っているというところもあるし、うん、意図的にね、うん。で、まあ、サザンはサザンなりにそんなにかけられてないって。うん、もう山下達郎のこの受け方と当人との落差。これは笑わざるを得ないというかさ。悪かったね。悪かったっていうか、いや、肌で見てる分には面白いけど、当人はどうなんだろうねっていう。だから、僕、ビーチボーイズのファンだったけど、うん、やっぱりビーチボーイズに関して持たれてるイメージも未だにそうなわけですよ、ね。でも彼らはやっぱりそれに抵抗しようというか、紆余曲折がすごくあるけど、結局、ね、うん、年月が経って見れば、残るものはそれでしかないわけでね。うん、これはもういかんともしがたいですね。だからそれを、先達のね、アラマ方式先達の、そういう行情をね、うん、伺い知るに、やっぱり自分もそうなっていくだろうというのは、もうこれは歴史の必然には抗えないから。なるほど。うん、別にそれに関して声高に言うのもまたプロパガンダにしかならないと。うん、それは達観してる。達観してます。もう最初から達観してた？してる。あ、本当、うん、へぇ。それでも結局レコードがおかげさまで売れるようになって、うん、好きなようにレコードが作れてるから、うん、それだけでやっぱいいと思うな。うん、なるほど。好きなようにレコード作れなかったの、本当に。そうね。うん、それが結局、どういうファクターが、ね、あろうが、それで自分がやりたいように作れて、リテイクもできるようになったし、35曲も撮るようなバカなことをさせてくれるようになったから、それはやっぱ感謝しなくて。そういや、スタジオ行ったらさ、渋谷35曲目とかって言ってるじゃない
しょうがねえなって、粘るようなことかとか思って、呆れたんだけども。半ば自虐的なその超笑いだったんですけどね、あれは。いや、よくわかんないですけどね。いやな、35曲も撮るっていう、その辺はどうなんですかね、先生。あの、コンピューター使ったでしょ、今回。うん、それ何がコンピューターになって何が合わないかよくわかんないでしょ。とりあえず撮れるだけ撮ってみないとわかんないっていう。そう、うん。ああいう、いわゆるね、ザ・同期者っていうね、うん、流行音楽やるんだったら、うん、洗礼ありますけど、うん、僕みたいな、そういう普天のビートのね、うん、あれでコンピューター使って作るっていうのがあんまりないから、うん、で別に人に教えてもらうのもね、僕、道人に聞くの大嫌いでね。そうです。意固地な性格です。勾配ってど、声はどういったらいいんでしょうとかね、うん、絶対に嫌なの。なんでなんとかしないで。デパートでもさ、うん、あのデパートガールっていうの、うん、にさ、何売り場はどこですかとか絶対嫌なのね。だからその、店内案内と自分で見て、なるほど、ね。人に聞くのが嫌な性格だと思うんですよ。うん、よくないですよ。よくないですね。うん、お互い様です。いや、僕はいいですよ。そんなことあります。すぐ人に聞きますよ。わからないです。よく言う。で、本当にじゃあ昔からそういう風にして、結構、その現場現場で自分のやり方を学んでいったという、そういう感じなんだ。そうですね。なるほどね。結局ね、あの、渋谷さんもわかるだろうけど、ビートルズの世代っていうのはさ、ワンセッションで4曲とか撮るんだよね、うん、1日にさ。でそれで、常時20、30曲多分ストック持ってると思うね。うん、で、シングルを、例えばウーキャワキッドだとやったと。まあ、あれは LP 入ってないけど、うん、まあ、例えば8デイズウーキやったから、それ用の LP っていうのを編成するときに、その中からカバーを適当に、とオリジナルをね、はいはい、チョイスしてきて、それに合うように編成するでしょ。うん、そういうのをやりたかったの、うん、で今の時代っていうのは LP を作る。そうね。そのために曲を書く。うん、そうそうそう。12、3曲書いて、うん、まあ、14、5曲でもいいけど、その中からいい曲、10曲選ぶっていうね。うん、そういうのあんまり僕合理的に思えなくてね。だから、それが、もし売れたらば、レコーディングのためのレコーディングで、うん、それで、あの、いいものは、例えば時代に合えばそのまま使うし、うん、音響技術的に合わなきゃリテイクするし、うん、ダメだったらボツと。じゃあストックとしてあるのはどれぐらいなの？ストック、曲も、詞も揃ってるのは7、8曲ですかね。あ、そんなもん、うん、そんなもんです。へぇ。あと流行り物はもう5年経ったら古くなるから、そういうのは結局使えないからそのまま送らなっちゃうからね。もったいないね。もったい。時々で出していけばいいのに、本当に。で、オファーがないもん。だけどさ、そんな前のアルバムでインターバルこんなに開けてさ。いや、インターバル開けたとおっしゃいますけどね。はい、83年の6月にメロディーが出たでしょ、うん、それが終わってから、うちの家内のあのバラエティというアルバムをやったんですよね。はい、それを2ヶ月ぐらいやってツアーで出たんですよ。うん、で開けて84年の2月までやったんですよ、ね、うん。それからバラエティに取り掛かって3ヶ月上がって、アルバムは5月に出たんですけど、それをしてからもうすぐビッグウェーブでしょ、うん、それで7月ぐらいから、レコーディング始めて一月半も経たないし、今度次のツアーのリハーサルなわけです。うん。で、開けて85年の3月までやってるでしょ。それは山下達郎の頭の中にあるイメージでさ、ユーザーは関係ないんだって。傍から見ればね、何遊んでるんだって言うけど、もう本当に忙しかったんですよ。うん。で、それはだから、ほら、その山下達郎の仕事のペースなわけでさ、ユーザーはそんな関係ないし、聞く方はだって。勘弁してください。お願いしますだ。だってツアーもやってないしさ。ツアーやってるよ、僕。やってるけれども、今回のツアーも流しちゃったし。だから5月からやるじゃん。だけど、あのツアーのほら、中止理由のあの新聞発表もすごかったね。リハーサル不足なんて、普通病気とか書くぜ。すいませんね。いやいや、あんなに本当のこと書いていいのだろうかって私は。そういうプロパガンダ嫌いなんですよ、僕。本音で行きたいんです。例えばこの商売で。本音で行きたい。はい、もう今やだって山下達郎のチケット買うなんてさ、宝くじに当たるみたいな、そういうような状況になって、せっかく買ったと思えば。じゃあ武道館でやればいいんですか？いや、もっと増やすとかさ。だから3日以上続けてできないでしょ、僕の場合。まあそうですね。3日連続。意地になって長くやってますしね。意地になってじゃないですよ。あ、本当に？一応アカペラもやりたいとかね、弾き語りもやりたいとか、なんかカバーもやってみたいとかね、バラードもやってみたいとか、ハンドマイクでも歌ってみたいとか、いろんなことやってるとああいうことになっちゃうんですよ。長いですけどね。あ、いいですけどね。いいコンサートですけど、本当に。それはマジに思いますけども。で、あれですよね。コンサートもメンバーも動かないですね。少しもうちょっと今回ちょっと。あ、そうですか、はい。もうちょっと動きゃいいのになぁとか思います。ワンパターンですから、はい、僕の場合は。開き直んないでさ、そこで。そういう、車に構えないでくださいよ。だけど、あれですね。本当にあの湘南のさ、ね、あの、カーステから何からわー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 、山下達郎が全部ガンスからかかってるところでさ、ね、山下達郎がそういう状況をどうやって聞くかっていうのね。いっぺんなんかテレビのなんか、表現じゃない、そういうので見てみたい。そういうとこ行かないようにしてます。恥ずかしいから。アウトドア思考ってあんまり強くないですよね。ないですね。ね、運動が得意じゃないからでしょうね、スポーツが。何もやりません？何にもやりません。水泳程度ですね。水泳でもやっぱり温水プールですか。聞いてください、山下達郎ファンの方。こう言っておりますよ、当には。映画とか結構行くの？いや、行く暇がないですね。行く？
僕は全然行かないけどね。映画好きじゃないんだ。映画好きだけど、まあ、映画館嫌いだから。家でビデオで見るから。ヘビメタとかね、あの、ハードサウンディングの人ってみんなそうね、映画館で見る。先入観のやつ持ってるんです、同様に。あ、すいませんね。ね。はい、そうですか。そう、うん。自分が言ってることがね、普遍だと思わないでください。はい、反省します。怒られてますけど、その映画の話。映画、どういうのが好きなの？去年はね、戦前の時代劇ばっかり見せた。はあ、伊藤大輔、稲垣博。ああ、なるほどね。山中貞夫って監督がいいんですよね。もう、不朽の、なんていうか、こう、神格化された人ですよね。これがもうね、ぶっ飛んでね、一昨年見て。うん、こう、乾いてんだよね。うん、なんか日本で最大の監督だという評価も結構ありますけどね。うん、そういう人もいますね。うん、ただ一つ言えることは、うん、戦後の映画ってのは妙に押し付けがましいでしょ、あらゆる意味で。うん、こう、石地見てるとかね、うん、そのヒューマニズムが、あ、手塚治虫の漫画なんかでもそういうとこがあるんだけど、あの、うん、こう、笑えっつって笑うっていうのかな、その泣けっつって泣かせるというかね、うん、そういうものが割とすごく気になるんですよ、日本映画って。例えば、ジョン・フォードの西部劇とかそういうことが全くないから、あ、なるほどね、うんうん、そういう意味で可愛いってないのね、うん、戦後の映画って。でも戦前の映画っていうのはそういう、要するにジョン・フォードとか戦前のハリウッドムービーが持ったみたいな、そういう乾いた感じがちゃんとあるんですよ。うん、それがすごいショックでね。やっぱりあれな、戦争で日本人のなんか多少変わったんですかね。うん、変わったっていうか、どっかでなんか意図的に断ち切られてるような気がするな。うん、なるほどね。で、だから今、機能主義の後にね、うん、だからポストモダンでアンチ機能主義に回帰するというか言うかな、あるけど、うんうん、実はもともとあったんじゃないか、そういうものはね、日本に。ね、ちゃんと。うん、それが戦争に負けて、戦後になってそういう高度成長期入ってきて、何でもいわゆる機能主義っていうことになったのは、これはもう戦後の発想であって、戦前は実は全然そういうんじゃなかったんじゃないかとかね。うん、本当はだから日本の文化って我々がね、教科書で教わってたようなと全然違う部分っていうのがどっかあって、文化史の中で。うん、その割と短いタームで。うん。うん、それがな、だから、あの、例えば文化の中で映画の中にもちゃんと反映されてたし、うんうん、そういうんじゃないかなと思ってね、すごいそういうの興味があったんですよ。うん、僕もそう、あれだよね。その日本映画ってなんで突然、こう、なんか貧しくなってしまったんだろう。例えば、小津、溝口、黒沢っていてさ、例えば山中貞夫だっていいし、絹笠天之助だっているし、うん、もう、ほら、日本って、その、いわゆる、そうした意味でのカルチャーでさ、うん、世界の一番先に行ってるものなんてほとんど持ってないじゃない。そうね。ところが映画だけすごかったわけじゃない。うん、でもね、結局、黒沢と、あとヌーベルバーグの大島渚とかそういうのを除いては、全部戦前からやってきた人だね。そうなんだよね。うん、そういうの死んじゃってから、やっぱ体調が始まったんだよね。ね、なんででしょうね。なんででしょう、ね。わからんですよ。それは僕は映画の専門じゃないですか。僕映画の専門じゃないからわかんないけど。ええ、うん。で、あの、あんまりね、あの音楽っていうか最新作について触れないのもあれなんで、はい、今度のアルバムの基本的なアイデアというかコンセプトっていうのは、音楽的なコンセプトっていうのは、割と自分のものの考え方をはっきり出したいという。うん、うん。あと男の割と男性的なね、うん、ちょっと思うところもあって、男の言葉で。一回歌ってみたことってね。思うところを語ってください。え？どう思ったの？だから男の人が作った言葉でね、やってみたかったの。へ、だから男のロマンチシズムというかな。だから結構自分の年齢も意識したんじゃないかと。それはありますね。感じも受けましたけど、ね。あります、うん。で、音作りっていうのかな、サウンド思考って言われてたでしょ、うん、でも、メロディーズって LP 作る頃からだんだんやっぱり、これ以上自分の先進むにはやっぱ言葉がすごく重要なファクターになってくるから、うん、そういうところを何か改善できるとかないかとね、うん、そういうことを考えたんだけど。なるほどね。いや、僕はあの B1 聞いてびっくりしちゃって、ね、唐突に出てきたな。唐突すいませんいえいえいえ、その唐突という言い方がもうあなたのね、私に対する先入観をね承知してる。そうだから渋谷君がメジャーセブンが好きだというのは僕が信じられないのとね、あ、なるほどね、同じですね。あ、いやだけど本当にあのギョッとしましたけどもね。そうですか。うん、ポケットミュージックというタイトルはね、はい、のそもそもの意味っていうのがあって、うん、こういうほら、ロックとかフォークとかいうね、うん、その音楽っていうのは、文化論とか状況論とか非常に抱き合わせして語られることが多い音楽で、うんうん、特にこういう音楽がだんだんこう市民権を得ていくようになってくると、そういうものもまたプロモーションの一環としてね、うん、展開される素材の一つになってきて、うんうん、でともすれば、音楽の質とか内容よりもその人の語ってることとかそういうことの方が重きを置いていっちゃうから、うんうんうん、そういうのがすごいちょっと寂しくて、うん、で音楽は本来音楽だけで語られた方がいいんじゃないかと思ってる、うん、常日頃思ってる人間なので、はい、そういうものに対してまあささやかな抵抗というかね、うん、それでポケットミュージックっていうタイトルにしたんですよね。なるほどね。
あの、すごく山下達郎っぽいですね。そうですか。うん、すごくよくわかりますよ。うんうん、まあ、本当はだから。この意固実は30代だね、だけどね。そうかな。うん、でミドルオブザロードって自分のこと規定してるわけね。うん、ソフトサウンディングだし。うん、別にその流行の前衛じゃないし、うん。確定要素しかやらないというね。オタクの雑誌になりましたね。石橋を叩いて渡るというね。本当にその通りなんですよね。の人間なんですよ。だから本当はこんな、要するに五択並べつつやるような音楽じゃないんですけどね。うん、あのだからそう言わないと生き残ってこれなかったという、うん。ただやっぱり、あの、こういう音楽のね、行く末っていろいろあるんですよ。我々の、私たちの先達がやっぱりね、いろいろ言うわけですよ。あの、ジャパニーズロカビリーの世代が。はいはい、そ結局、役者へ行くか、うん、あの、どっかでやってる、要するにあの、ね、オールディーズの番組で、イエーっつって行くか。ね。で、居直る形で何言ってんの、やっぱ何がシンセだと。アコースティックに勝るものはないとかね。声が音楽の全てだとか。それ、一面では当たってるけど、うん、そういうのじゃなくて、やっぱり今生きてる音楽的な姿だったのね、うん。ミドルオブザロードがどう模索するかっていうことを、あんまりやっぱり真面目にみんな考えてないのね。ミドルオブザロードやってる人は、うんうん。そういうのはやっぱり必死にやってるわけだから。うんね、でも、そういうところで、一緒にやっていくためには僕らもそういうのを努力する必要があるというね、うんうん、ことを思うんですよね。だから今回はコンピューターとか大幅入れちゃったんだけど。うん、そうした意味でも、あれなんだよね、山下達郎っていうのは異端なんだよね。これ言っても異端なんだよね。すいません。いや、大変だと思いますけど、頑張ってください。よほどそう思うよ。うん、頑張ってもらいたい。自分でもそう思います、うん。頑張ってもらいたいという、この異端さ加減は、とても私は共感を呼びますよ、この人の。うん、ただ、もうちょっと派手なのが欲しかったね、今度のアルバムは。そうですか。うん、そういうのなかったんですか、ボツ。ありましたよ。そういうの全部ボツりました。あ、そうですか、ええ。コンピューター使ってますから、いわゆるそういう意味での派手な曲ってのはあるんですけど、うん、ステージで再現ができないんです。ああ、またこれも山下達郎の意味ですけども、ええ。だから今回はね、そういう意味ですごい実験的なものだから、そういう派手なものも含めて、勝負は次。なるほどね。いや、それを期待してますよ。はい、今度こそ短いインターバルだね。来年には出ます。でもやったら、今日前の時もそんなようなこと言って。いや、出したいと思ってます。とりあえずアカペラがね、年末出るんですよ。あ、ほんと、ね、ああ、今まで溜め込んでて。そうです。これはもう当然出ますよね。出ます。あるんですね、もう。あります。もう究極的になりますからね。じゃあ、安心して。何言ってんすか、いや、まだレコード会社のディレクターみたいなの来てますね、ほんとに。不信感持ってますからね、なかなかレコード出ないということに関しては。すいませんね。いや、大竹石さんほどじゃないです。そんな大げさなものじゃないんですよ、でもレコード出すなんてことはね。いや、だけどね、やっぱポップミュージックのレコードってね、短いインターバルで出てこないとダメですよ。それが幻想なんですよ、あなたのね、ポップミュージックにね、対して持ってるね。じゃあ何ですか？いや、ポップミュージックっていうのは、要するにロックから何からシリアスなもの全て含めてよ。含めて。その大衆消費音楽っていうのは。で、じゃあ、でもね、うん、なんで、あの、向こうはあんなにタームが長くなるのかね、5年ぶりとか。でそういうのダメだって、今。あ、そう。うん、と思う、俺は、うん。うん。それなりに行き詰まってんじゃないんです？うん、かもしれないけれどもね。うん。それは難しいところだと思いますけれども。うん。はい、で、お互いにサウンドストリートないことだし、FM ホットラインにまめに出て、あの、よろしくお願いします。やりましょうね。はい。というわけで盛り上がりました。はい。ありがとうございました。どうも失礼しました。